ございます。見えてるかな。私たちはあのパチンコパチスロ情報丸かじりの情報サービス、はい、パチガブの宣伝活動をしているプレミアムガブガールズです。イエーイ、プレミアムガブガールズです。今回はクリスマス前ということもあり、はい、拡大版90分、ね、イエーイ、お願いします。よろしくお願いします。はい、はい、あ生ガムのね、はい、生ガムの番組中には景品に関するマル秘情報があるかも。皆さん最後まで見ていってください。よろしくお願いいたします。ルクミー、イエーイ、はい、ということでね、コメントもぜひぜひ見てるので、あ、早い、早速コメントが、んまだ増え、はよう、家、映った、ちょっと調子悪かったかな、言葉に、ごめんなさい、ちょっと 早すぎたね。ちょせっかくなんで、あの2人の自己紹介しようかなって思います、はいはい、じゃあお願いします。じゃあ私から、ちょ最近決まったキャッチフレーズ言っていい、うん、だから言いたかったんやそう、言いたくて言いたくてうずうずしてた。あの愛人になりたいグラドルナンバーワンの G カップ森崎智美です。よろしくお願いしますイエーイ待って、そういうのない最近23歳に、ちょっと聞いたよ、聞いた、分かった分かった、聞いた、最近23歳になりました。お大阪出身、元気いっぱいの相田優です。よろしくお願いします。いいじゃん、なんか首レストとかあのつけてみたら、ね、くびれがやばいんですよ、ゆうちゃんは。まだ見せないよ。いいですよね、まだ見せないね、早いね、ちょっと見ててくださいね。今日は90分なんで、あのお付き合いよろしくお願いします。はい、お願いします。ということで早速ですが、うん、今日のゲストをお迎えいたしましょう。はい、まずは一人目のゲストのゲストですね。そうですね。あの人やん。え、呼ぶ、どうする？え、呼ぶ？いる？そうやん、そうやん。え、だってこの間もさ、おらんかったよね。え、そう。みんな誰か分かるよね。なんでおらんみたいな。あの、おらへんかった人。ね、いない、ちょっと待って。待って、ちょっと一つ言いたい。コメントしてきた人に、うん、売れない AV 女王みたいなコンビだった。おいってマジでふざけんなよ。ふざけんなよ。ボロが出ちゃうの？やめましょう。じゃあ早速のゲストを呼びいたしましょう。はい、では。はい、今回のゲストはこの方です。トナカイのコスプレ、シャカさん言っちゃったちょっと変すぎて、いやいや、もう完全にあれですよね、やめてください、本当に、いや、ちょ完全にもうディスりまくりですねだって、いや、びっくりするわ、台本読んでもうカミカミでそしてディスりみたいな大丈夫ですかね、この2代目 PGG は、ね、大丈夫ですかね、皆さん大丈夫ですかね、大丈夫ですか、まあ、緩い感じでね、シャカさんだよ、ね、イエーイ、これひどくないですか、これ何がひどいですね、これひどいですよね、でもちょっとかわいい、かわいい、ちょっとかわいい、ちょっとかわいい、でもトナカイで出てくれって言われたんですよ、わかりますよ、これはわかります、全然わかりますよトナカイけどちゃんとネクタイをしてるんだね、そこがやっぱポイントですね、トナカイこれトナカイ、ちょっと待って、女性よ、このなんかピチピチ感、いや違う違う、フリーサイズ、フリーサイズ、ああよかったよかった、え、かわいいわ、女性用買ってきたんだ、あ似合ってますよ、似合ってる、ね、ちょっと一つ言いたい、顔色悪くないですか、なんかそうですね、なんかこのさ、この生地と一緒の顔色してない、なんか、いや、わかる、本当はトナカイだったんじゃあ、なるほどね、あ、そう、あ、うまいね、ありがとう、でもちょっとあんま面白くないからちょっと、ね、いや、本当に、シャカさん前回とかいなかったんですけど、何をしてたんですか、前回は呼ばれなかったんですね、なんでえなんで、いや、なんでかな、聞いてほしいな、なんかさ、すげえ聞いてほしいんですよね、あの最初の頃はさ、シャカさんがさ、なんか、うん、あの、あ、そうですね、はい、ニコニコ動画あれば、あ、そうだね、ユーチューバーって言ってくれてたんやね、言ってました、なんで私たち言わなかんの、ほんとこんなカミカミなの、違いますよ、それがお仕事です、あ、ありがとうございます、ちょっと経験させていただいてね、まあ、まあ3人もなんなんで、もう一人、あ、もう一人ですね、はい、クリスマス特別版なんでね、なるほど、あの、はい、用意しております、超人気ライターの、はい、川原みのりさんです、どうも、どうも、どうも、どこに行ったらいいんだ、どこに行ったらいいんだ、どこがいいかな、どこがいいかな、じゃあ僕ずれますよ、じゃあ私もずれよ、じゃあ挟む、はい、挟む、ありがとう、はい、どうも、あ、すみません、ちょっとシャカ来ちゃいました、はい、パチスロ秘書ガイドの川原みのりでーす、イエーイ、よろしくお願いします、お願いします、はい、普段はどんなことしてるんですか、普段は、うん、主にパチスロを売ってますまあまあそうですよね、はい、いや、もうそれが、それがお仕事ですか、ね、ほぼ毎日売ってます、待ってとも、なんかちょっと調べたんですけど、うんうんうん、元グラビアアイドル、あー元一応え、私先輩だと思って今日、あ、先輩だ、先輩だ、先輩やわ、
後輩だからね。もう気遣って。あ、すいません。気遣って最初に言うんですか。強くない強くないのか。ね、全然気遣わなくていいからね。怖い、一番怖いタイプの。全然気遣わなくていいよ。顔が顔が怖いわ。怖いよ。毎日打たれるっていうことなんですけど、あの一番好きなおすすめの機種とかは。なんだろう、最近、最近のおすすめ機種は、一番多分触ってるね。クレア。クレア。クレアの。ああ、わかります。はい、モデルの塔と目覚めの。なんで好きなんですか。目覚めのモデル系なんですよ。なんで好きなんですか。ですね、ボーナスタイプなんですけど、あ、いや違うな、あんまり細かい話してたら聞きたい、教えてください。ちょっとクレアが可愛いからです。あー、なるほどね。クレア様がね、無邪気な感じがね、もうなんか気になるわみたいな。くれても入れてるよって思って。そうなんですね。え、ちなみに今まで出たメダルの最高数っていうか、確かに気になる。あ、は、え、今までもう人生の中で人生このパチンコやってみたいな、多分14,000枚くらい。おお、それどんな？もう出たことないかわからん。ですね、一日中割と売ってる感じです。一日中出っ放しぐらい。すごい、それ。すごい。それ番長2ですね。あ、そうですよね。友達もなんか実践をすごいよくさせてもらってて、訪問した時に、で全くね、頭になくなって、全然出てもなんかすぐ使っちゃうから、もう全然もうゼロ。なるほど。え、いやもうマイナスで、挙句の果てにはもうちょっとゆっくり打ってみたいな。もうギリギリ状態ね。ギリギリ状態続くみたいな。ゆんちゃんは店員さんに聞くって。今だ今だ今だ。目押しじゃできなくて、進まないじゃないですか。そうよね。多分私はもう呼ばないでちょっとやっていこうと思ったけど、多分飛んだ方が、ご親切な方が、じゃあ、ね、大丈夫ですってこのタイミングでやってくれて、肩叩いてくれて、優しい、優しい。あ、ちょっとキュンってしますね。え、キュンってします。あれ、あ、キュンってします。ちょっとキュン、優しいじゃんと思って。優しかったな。じゃあちょっとホールで知らなく打ってる女性を見かけたら優しく、あ、キュンってするからね。キュンとする、キュンってします。そういうのをしてほしくない人ももしかしてるかもしれない。私、あのおばあちゃんがいて、なんかできなくて困ったんですよ。で、身押しを揃えてあげたと言ったらあれですけど、揃えたわけですよ。そしたらめっちゃ怒られました。え、マジですか。え、と思って、え、そう、あの、やりましょうかって言って、うんって言ったからやったのに、めっちゃ怒られました。なんか、あ、バケでした。いや、びっくりした。びっくりした。へぇ、だから、あ、やばいと思って、あ、ありがとうございますって言って、スーって。そうなんや。たまにいるのが、たまにいるのが、揃えて揃えて、揃えられないから揃えてって言われて揃えるんですよ。ビッグとレギュラーっていうのが、ビッグはもう獲得枚数が多いんですよ。レギュラーはちょっとしかもらえないんですよ。で、レギュラーが揃っちゃうと、お前何してんだよ。いやいや、元から決まってるから、最初から決まってるから、グラフはもう申し訳ないけど、もう僕はもう文句言えないですよ、それ。でも文句普通に言ってきますよ。それは多分フラグが立ってることを知らないだと思うんですけど、もう最後の最後までなんかもう呪われるんじゃないかぐらい。そんなにありますよね。でもね、お前じゃなかったみたいな。次からは呼ばれないんですよ。次はきちんと店員呼ぶんです。で、店員呼ぶのはいいんですよ。店員がまあね、レギュラー揃えるじゃないですか。お前じゃないと。お前じゃない。いやいやいや、そうなんですね。あるんですよ。中にはでしょ。ね、そうね。見てる皆さんじゃないですよ。中にはいるんですよ、そういう人。そうですよね。暑いな。なんか来てますか？アベマテ。これ出てないな、コメント。これどうやって出るんや。これどうやって出るんですか？こっちコメント8って書いてある。こっちめっちゃ来て、あ、もっとあんやん。めっちゃ来てますよ。さっき真ん中座れよ。わーい、ありがとう。ちょっと言っていいですか、川原さん顔むくんでます。え、今日、どうですか。いや、むしろむくんでない方だけど、今日絶好調らしいです。そう、なんなの、失礼だぞ。ちょ、待って、失礼やな。シャカ、酒飲んでる、飲んでるの。それ、ちょっと見せちゃう。全然やばいから、今日、ほんまにチクニンなんすね。あら、あ、読んじゃった、それ、やだ。売れてますよね、いらん、トムちゃん、イエーイ。
美女がいっぱいいる左の子はエロいなって完全にこれ川原さんですよ。川原さんだ。いや違う違う。もうやっぱ色気が、ね、みんな見てくれてるんだ。嬉しい、ありがとうございます。もっと待ってますよ。いやもっともっともう広いに拾いまくるから。ね、そうかね。スペシャルやからね。拾わせて、うん、ほんま90分だからね。こっちも釣った。あやった。釣りました、ね。コメントあります？まだ来てないですか？そうね。可愛い可愛い。可愛いってどういうこと？いい感じね。ありがとうございます。コメント拾ってって。あ、拾うね。めっちゃ拾うから。じゃあ、ちょっと拾ってください。覚悟しといて。元グラドル。顔を描いて。ね、ちなみにトモもさっきからちょっと気をつけてたんですけど、ちょっとこうやって今日のドリンク。ありがとうございます。私もこうやって、今日の今から。私さっき飲み干しちゃった。これは早い。超でかかったやん。あだってさ、見えてるもんね、これ見えてる、今日シャンパンあんねん。あるんですよ、なんでシャンパンいつ開けていいんですか。そう、シャカさん、なんかさ、何してるんですか。何見てるの。いや、ちょっと問題ないですけど大丈夫ですか。だって今日は2本あるで。やった。もうこれはさ、90パンから飲み干しましょう。ちょっとね、このなんかもうラッパスそうな勢いですよ。なんか似合うな。違うから、違うから。このくらいだったらね。じゃあ私はこれ、お上品で。何違う。ちょっと滑る前に勝手に滑るのやめてもらっていいですかね。滑らせてくれんからさ。でもさ、1本は開けません。乾杯してないですよ。コメントを拾うって言って待ってたんですけど拾わないから、じゃあ行こうかなみたいな。そうなんですよ、今回だってあれですよ、クリスマス前ということなんで、まあこちらシャンパンの方用意させていただきました。さらにですね、まあただ飲むだけじゃあれだと。いうことなんで。嘘ですよ。嘘ですよ、それ。嘘。何。はい。やだ、もう。いや、違いますよ。ちゃんと。生ガブやだ。生ガブやだ。あら、恐怖症になりそう。あら、来た、ほんま。じゃなくて、ちゃんとピザとか。食べるものも。そうね。そうなんですよ。用意してるんで。今回はですね、まあ、言ってもなかなかないじゃないですか。皆さんが。ね、食べてるとことか、こういう生放送でやることなんか絶対ね、ないんですか。初めて。あ、そうなんですね。毎回やってんのかと思って。いや、僕は全然やったんですけど。そんないいもんじゃないんですよ。ちょっと本当いつもね、本当にも大変なんですね。罰ゲームあったりね、本当にお尻ペンペンされたり、いろんな経験されてる。なんで、まあ今回はね、クリスマス前ということもあるので、やった、楽しくね、みんなで飲んで、やったー、普段ね、なかなか見ることがないような一面をね、さらけ出すことによって、はい、さらにね、BGG のお二人のこと、また川原さんのことをね、見てる方が好きになってくれればいいなと。はい、好きになってね。いい、開けて、めっちゃいい匂い。オープン、ててん、やばい。ちょ待って、今ダイエット中だけど食べようもん。それな。チェチェ。食べよう、今日は食べよう。ちなみにこれからこのシャンパンをですね、配るわけですけども。はいはいはい。何？ちょっとね、こう蓋がね。あ、蓋。蓋がね。これいいじゃん。これ聞きたい。蓋がねあるんでね、ちょっとね。どこに向けて飛ばそうかと。それは決まってるでしょ。部屋の角ですよ。どこに向けて飛ばそう。ちょ。飛びそうなんですよ。いや、そっちに向けたらいいんじゃないですか。いや、メリークリスマスだけで。あ、オッケーオッケー。はい、せーの、メリークリスマス。いやー、今飛ばなかった。ありがとうございます。まずピンク色。じゃあ回します。そうなんです、だってあれですよ、今回僕は黒いの、黒い入れ物のシャンパンをやった方がいいんじゃないかって言ったら、奥のね、スタッフが、いや何言ってんですか、何、さすがにゲスト含めて全員女性ですよ、間違いない、なるほどね、ピンクにした方が良くないですか、見た目がね、やっぱね、可愛いね、あえて何店舗も周りに行ったみたいな。いや、すごいなと思って。こんなことあります。じゃあ、そう
ね、一緒にねお酒飲めればと思うので、ね、ほんまに、はい、でも顔赤なるよ。え、じゃあ用意もできましたんで、え、どうする、クリスマスで乾杯する、メリークリスマスって言ってから、ね、かわいい、オッケーオッケー、温度をお願いします。じゃあこれからもパチガブよろしくお願いします。メリークリスマス、コメント拾ってって、コメント拾おうって言ってますよ。はいはい、飲んでる、みんな、うん、みんなも一緒に乾杯しましょうね。見てる人も一緒に飲んで、うん、ちょっと同じ、今日は飲んでいきましょう、うん、ピザもあるからね。これ何これ、スパイシーハーブとレッドペッパー、辛いの嫌いな人いない、いない、よし、全がけ、大丈夫ですか。いや、俺もトナカイになりたい。俺もトナカイになりたい、どういうこと。だから多分こう吹かれたいんですよ。あ、オッケー、吹く、いくらでも吹くよ。いや僕じゃないですよ、そのね、その人が。え、これ全部ビエーってかけるんかな。いっちゃう、え、どんなの、キャバクラ感覚ではないですね、ごめんなさい。キャバクラ感覚、キャバクラ感覚、そんな感じなの。キャバクラ感覚で楽しいだろうって来てるの。え、そうなの、そうでもないの、シャカさん、うん、楽しくないの。どこに書いてるの、そう、わかんない、どれ。美女3人と飲めるとか約束すぎて羨ましすぎる。あ、それはそうかもしれない、ね、え、嬉しい、シェカさん、カールさんと飲めすげー幸せ、おわ、シェカさん、あれ、え、と嬉しい、あ、うん、はい、え、じゃあ嬉しい、あ、超嬉しい、超嬉しい、よかった。私の扱いさ、席変わらかそう、なんかそう、さっきからちょっとね、なんなんだ、そんだけ愛があると思うから、うん、ね、愛されてるな、プラス思考って、よっしゃ、オッケーない、ないピザもオッケーです。シェカ、超楽しいだろう、超楽しい、超楽しい、超楽しい、こっちはコメントは来てないよ、みんなコメントしてください、みんなコメントください。すげえ羨ましい、トナカイってもうみんなボイラーです、マジで。でもね、これね、かぶるとき思ったんやけど、うん、サンタさんのさ、このトナカイついてるの可愛いかな、うんうんうん、初めて、ね、珍しい、このそう、可愛い、可愛いですよね。私なんでついてないのって思った。じゃあ、なにこの差は、なんなんだ、なに一個足りへんかったかな。シャカ競馬行こうぜ、やっぱ若い子にしか競馬もいいっすよね、競馬なんや、もうぜひ、貯金、貯金きた、掛け事が好きなのかな。いや、もう、うん、その場が好きですね。あ、そうなんや、その場、競輪がね、得意、競輪はやらないですね、うん、あ、そうですね、競輪楽しい、あ、なくなっちゃった、あら、次行きましょうか、姉さん、え、早ない、姉さん、姉さん、ちょっと、ないないない、姉さんない、てか、早ない、姉さん、あ、すみません、申し訳ないです、申し訳ないです、じゃあ、追いつけます。MC の人に継がせるっていう。じゃあシャカさん、お願いします。ちょっと気が利かなくて申し訳ない。なんか壊れた。ありがとうございます。すみません、ちょっと気が利かなくて申し訳ない。あー、ごめんなさい、ごめんなさい、あ、足りないと、皆さん足りないと。え、ちなみにさ、すみません、ちょっともう1本目開けちゃいました。早すない、ちょ待って、あと何分ある、1時間以上歩くない、てかさ、歩くない、歩く、すいません、ちょっと出ちゃった。どこ名古屋、名古屋出ちゃった。名古屋歩くない、言うの分かる、ちょっと名古屋と関西がちょっとごっちゃごっちゃになって、あ、ごっちゃになってる、うん、まあ、私が関西か映るよね、絶対に、一緒にいるから、ほんと映るわ、映る、映るわ。ちなみに関西さんはあれですか、なんて呼ばれてるんですか、んなんて呼ばれてる、うん、なんて、なんかみんなに、あ、みのりん、みのりん、あ、じゃあみのりん、みのりんって呼んでください、みのりん、みのりんで、みのりんって呼んで、です、うん、みのりん手振ってって聞きます、みのりん手振って、どこかめ、どこかめ、トム振っちゃうぞ、私もじゃあ求めてないから、いやいや、求めてない、欲しい欲しい、あ、欲しい欲しい、トナカがいいです、トナカ扱いうまいな、みのりん扱いうまい、でもトナカ映ってないからね、うまいわ、もはや今映ってない、映ってないから、ね、大丈夫、この生放送ガールズトーク、楽しいよね、うん、楽しい私もすでに楽しい、楽しいね、いい感じ、いい感じ、楽しい、なんか今日はいろんな質問ももらったら答えたいと思うので、コメントがそうですね、いただけたら嬉しいなって思いますね、せっかくカワールさんも来ていただいたんで、うん、まあ PGG やカワールさんに聞きたいこと、はい、質問したいことがあればですね、ぜひぜひ待ってます。貴重な時間ですよね、言っていただければな、そうですね、うん、ちょっと詰めようか、ね、やっぱりそうね、うん、しかもさ、行ってもいい、ピザ食べよう、うん、食べたい、せやな、それではそれでは、うん、いただきます、いただきます、え、どうしよう、何がいいかな、これ何ピザっていうの、確かに手ぐらい、多分クワトロ4つに分かれとるやつで、あ、これとこれとこれとこれ
違うやつ。本当だ。え、3種類ずつ、じゃあ4種類で3枚ずつですね。うん、ゆんちゃんかわいい。イエーイ、ありがとう。じゃあ何食べますか。どうしよう。どうしようかな。食べるよ、私は。照り焼き。照り焼き？でもね、知ってる人もいると思うんやけど、私ね、食べだしたらね、あれなんで、ちょっとこれ食べてみたいな。仕事仕事。え、ちょっとこれ食べていい？じゃあ食べないでいいですよ。コーンは食べよう。食べる食べる。そう。え、これ食べていい？コーンがすごいね。これなんかすごいコーンがいっぱい。私、シーフード系のやついただきます。あー、いいですね、いいですね。みのりん、来店ありますか？いい匂い。明日は、はい、収録。朝収録。朝収録。うんうんうん。チョキ。大丈夫？都内だから場所は言えません。なるほど。東京のところで、ね、あるらしいですよ。パチパチしてる東京ですね、はい。いただきます。ほらもう生放送だって忘れてる気が。やばい。うん。え、まあ、食べて。完全。ええどうぞ。あか、うん。食べてる。あのコメントできるなら。いただきます。いただいてます。おいしい。おいしいね。うん。だいぶ食べた。いやいいわ。もう喋らんでいい？ダメ、ダメ。お願いします。あと。いやダメダメダメ。ちなみにこういう酒の場でガールズトークって何話したりするんですか？どういうね、やっぱあるじゃないですか。学生の頃のガールズトークとね。うん、違う。全然じゃ。あ、全然じゃ。まあまあえぐい話もしますよ。まあまあえぐい話する。リアル。例えば。うん、ちょっと。例えば、いやマジでなんか結婚考えたりとか、うん、それこそ同い年の子とかだと、うん、私もうちょっとで28になるんですけど、うん、やっぱ結婚考え出す年みたいな。うん、そうですよね。うん、まあまあまだかもしれないけど。そんなことないよ。もうだからもうそういうなんか結構リアルな話が多いかなと思います、ね、確かに。でも私23ですけど、はい、やっぱ地元の子たちは早いですね。早いね、うん、なんかもう子供いるとかね、普通だから、本当に、うん、あと最近土日に大阪帰ってたんですけど、仕事で実家に泊まって、で最寄りの駅に行くと、うん、中学校の全部の思い出が、思い出の場所ってあるじゃないですか、うん、ここでよくいたなっていう、うん、が全部もうなくなっちゃってて、そうなんか悲しい、切ないな。しかもスタバができてて、はあ、田舎やったはずやのにスタバができてると思って、いやもうそこはもうぐっとこらえて発展したなって、なんかすごいショックやった。すごい思い出の場所だった。あの地元帰って、そう家族でたこ焼きパーティーしたんですよ。うん、はい、でも私の家族の中ではたこ焼きパーティーって言わなくて、うん、たこ焼き大会って言うんですよ。よくわかんないですよね。私も誰が一番うまく焼けるかとかそういう感じ。え、それ優勝者がいるの？ね、私も言ったんですよ。うん、いないとか言って、いないよ。たこ焼き大会。もう私の家族はもうね、よくわかんないですけど。もう自分らでうまく焼けて食ったもん勝ちやみたいな。大会大阪って感じやね。ね、パーティーとかじゃないからみたいな。大会だ。申し訳ないけどユンちゃんがね、あのたこ焼き焼けるイメージないけど。なんで？やるからなんかこうぐる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 やってたらすごいちっちゃくなっちゃうダメ、うん、身が出てね、タコ入ってんちゃう？って、うん、待って食べてるからね、うん、そう食べてるんです、うん、食べてますからね。でもなんでそんな当たり強いんですか？え、好きなんよ多分これ。そういうこと？知ってる、できてんね。そういうこと？ほらそういうこと言うからやるから。熱い目線やめて、さっき変わるか。ほんま気まずいよね。いや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 、クリスマスやで、近づくにおりや。うん、変わる変わる。ほんまに。あの人のかしゃか。しゃか、しゃか。待って、照れてんだよ、照れてんだよ。ぐいぐい、この辺と逆に困る。あー、そっち系か。あんまり言った方がいいよ。逆に。ほら、早速愛人オツとか書かれてますよ。何見て？愛人オツって。愛人オツ？いやいやいや、けど愛人でなりたくはないな。一番がいいけど二番でもいいよ。社会許さんで超怒られてる。こっちからお断り。こっちからお断り。勘弁してよ。勘弁してよ。ゆスイッチオン。飲め飲めって。これ私のことだな。そうっすね。ちなみにみなりめっちゃ飲む人？めっちゃ飲む人。声がね、もう。うん、もう酒焼けだから。え、もともとダミ声ではあって。ちっちゃい時から、あ、そうなんですね、うん、もう、なんだろう、なんだろう、あの、めいちゃんみたいな、トトロの、ああ
今日それ合わせて、うん、ちょっとあそうそうっすよね、うん、寄せてきた、うん、寄せてきた、ね、そう、うん、そう、あの、そう、結構昔からガラガラ多いね、うん、あ、そうなんですね、で、治ったと思ったら酒でまた焼けてるから、あー、わかるあるある、そうそうそう、え、毎日飲む、今はそうでもないけど、うん、前は、うん、もうやっぱりで、まあでも今は逆に忘年会シーズン、うん、あ、確かに忘年会シーズンやばいね、やっぱり酒は濃くなるけど、うん、逆に毎日もう朝までみたいなスケジュールで飲んでると、うん、3日目ぐらいからもう2日目がなくなる、うん、え、どういうこと、ずっと酔ってるみたいな、いや、もう、いや、そうかもしれない、もしかしたら、うん、それはその自分の感覚だからよくわかんないけど、うん、そう、もうなんか慣れすぎちゃって、うん、酒にもう二日酔いすらしなくなるっていう状況になるから、からいつも年末は一番酒強い、うん、ねえ、人間ってこうなるんや、うん、まあ増えますからね、飲む機会もね、そうそうね、全然飲みっぱなしじゃないですか、そうね、それが、ね、一番意味やね、うん、やね、あ、それを突っ込まれたんですかね、あの前のコメントで、え、今日はむくんでないでしょ、むくんでないってなるほど、まあ、あのちょっと飲んで食ってばっかなんで、うん、ちょっとそろそろ次に行きたいなと、ちょっと聞いたよ、聞いたよ、分かった分かった、聞いて、最近23歳になりました、お、大阪出身、元気いっぱいのアイデユンです、よろしくお願いします、いいじゃん、なんか首レストとかあのつけてみたら、ね、くびれがやばいんですよ、ゆうちゃんは、うん、まだ見せないよ、いいですよね、まだ見せないね、早いね、ちょっと見ててくださいね、今日は90分なんで、あのお付き合いよろしくお願いします。ということで早速ですが、うん、今日のゲストをお迎えいたしましょう、はい、まずは一人目のゲストのゲストですね、そうですよ、あの人や、あの人、え、呼ぶ、どうする、え、呼ぶ、いる、そうやん、そうやん、え、だってこの間もさ、うん、おらんかったよね、え、そう、みんな誰か分かるよね、なんでおらんねんみたいな、あの、おらへんかった人ね、いない、ちょっと待って待って、ちょっと一つ言いたい、コメントしてきた人に、うん、売れない AV 女王みたいなコンビだって、おいってマジでふざけんなよって、ふざけんなよ、ちょっとボロが出ちゃうのやめましょう、じゃあ早速のゲストを呼びいたしましょう、はい、では、はい、今回のゲストはこの方です、トナカイのコスプレ、シャカさん言っちゃったちょっと変すぎて、いやいや、もう完全にあれですよね、やめてください、本当に、いや、ちょ、完全にもうディスりまくりですよだって、いや、びっくりするわ、台本読んでもうカミカミでそしてディスりみたいな大丈夫ですかね、この2代目 PGG は、ね、大丈夫ですかね、皆さん大丈夫ですかね、みたいな、ですか、まあ、ゆるい感じでね、シャカさんだよ、ね、これひどくないですか、これ何がひどいですね、これひどいですよね、え、でもちょっとかわいい、かわいい、ちょっとかわいい、ちょっとかわいい、でもトナカイで出てくれって言われたんですよ、わかりますよ、これはわかります、全然わかりますよ、トナカイけどちゃんとネクタイをしてるんだね、そこがやっぱポイントですね、トナカイこれトナカイ、ちょっと待って、女性よ、このなんかピチピチ感、いや違う違う、フリーサイズ、フリーサイズ、あーよかったよかった、え、かわいいわ、あちゃん、女性よかった、あー似合ってますよ、似合ってる、ね、ちょっと一つ言いたい、顔色悪くないですか、なんかそうですね、なんかこのさ、この生地と一緒の顔色してない、なんかいや、わかる、本当はトナカイだったんじゃあ、なるほどね、あ、そう、あ、うまいね、ありがとう、でもちょっとあんま面白くないから、ちょっと、ね、いや、本当に、え、シャカさん、前回とかいなかったんですけど、何をしてたんですか、前回は呼ばれなかったんですね、なんでえ、なんでなんでかな、聞いてほしいな、なんかさ、すげえ聞いてほしいんですよね、なんか、最初の頃はさ、シャカさんがさ、なんか、うん、あの、あ、そうですね、はい、ニコニコ動画、ね、MTV に、ね、言うてるな、ね、とか言ってくれてたんやね、言ってますよ、なんで私たち言わなかったの、ほんと、こんな神々なのに、違いますよ、それが、神々とかお仕事です、あ、ありがとうございます、ちょっと、経験させていただいてね、まあ、まあ、3人もなんなんで、もう1人、あ、もう一人ですね、はい、クリスマス特別版なんでね、なるほど、はい、用意しております、超人気ライターの、はい、川原みのりさんです、イエーイ、どうもー、どうも、どこに行ったらいいんだ、どこに行ったらいいんだ、どこがいいかな、どこがいいかな、どこがいいかな、じゃあ僕ずれます、あ、じゃあ私もずれよ、じゃあ挟む、はい、挟む、ありがとう、はい、どうも、あ、すいません、ちょっと、シャカ混ぜました、はい、ペジソラ秘書ガイドの川原みのりでーす、イエーイ、普段はどんなことしてるんですか？普段は、うん、主にパチスロを打ってますまあまあそうですよね、はい、いやもうそれがお仕事ですか、ね、ほぼ毎日打ってます、え、
なんてともなんかちょっと調べたんですけど、元グラビアアイドル。あー、元一応え、私先輩だと思って今日。あ、先輩だ、先輩だ、先輩やわと思って、ドキドキしちゃいました。いいよ、後輩だからね。もう気遣って。あ、すいません。まあ、そのこと最初に言うんですか。強くない、強くない、なんか、ね、全然気使わなくていいからね。怖い、一番怖いタイプの。全然気使わなくていいよ。顔が顔が悪いよ。怖いわ、怖いよ。毎日打たれるっていうことなんですけど、あの一番好きな、おすすめの機種とかは。なんだろう、最近、最近のおすすめ機種は、一番多分触ってるね。クレア。クレア。クレアの機能。ああ、わかります。はい、モデルの塔と、目覚めの。なんで好きなんですか。エータイプラスター、なんでなんですか。なんで好きなんですか。ボーナスタイプなんですけど、あのあ、いや違うな、あんまり細かい話してたら、聞きたい教えてください。ちょっとクレアが可愛いからです。あー、なるほどね。クレア様がね、無邪気な感じがね、もうなんか気になるわみたいな、いくらでも入れてるよって思って。そうなんですね。え、ちなみに今まで出たメダルの最高数っていうか、確かに気になる。あ、わぁ、え、今までもう人生の中で、人生このパチンコやってみたいな、多分1万4000枚くらい。おぉ、それどんな、もう出たことないかわからん。ですね、一日中割と打ってる感じです。一日中出っ放しぐらい。すごい、そんな、すごい。それ番長2ですね。あ、そうですよね。友達もなんか実践をすごいよくさせてもらってて、訪問した時に、で、全くね、頭になくなって全然、出てもなんかすぐ使っちゃうから、もう全然もうゼロ。なるほど。いや、もうマイナスで、挙句の果てにはもうちょっとゆっくり打ってみたいな。もうギリギリ状態ね、ギリギリ状態続くみたいな。ゆんちゃんは店員さんに聞くって、今だ、今だ、今だ、目押しができなくて、進まないじゃないですか。そうよね、多分、私はもう呼ばないでちょっとやっていこうと思ったけど、多分飛んだ方が、ご親切な方が、じゃあ大丈夫ですって、このタイミングでやってくれて、肩叩いてくれて、優しい、優しい。私もキュンってしますね。え、キュンってします。あれ、キュンってします。ちょっとキュン、優しいじゃんと思って。優しかったな。じゃあちょっとホールで知らなく打ってる女性を見かけたら優しく、あ、キュンってするからね。キュンってします。キュンってするんで、そういうのをしてほしくない人ももしかしたらいるかもしれない。私、あの、おばあちゃんがいて、なんかできなくて困ったんですよ。で、名刺を揃えてあげたと言ったらあれですけど、揃えたわけですよ。そしたらめっちゃ怒られました。え、マジですか。え、と思って、え、そう、あの、やりましょうかって言って、うんって言ったからやったのに、めっちゃ怒られました。なんか、あ、バケでした。え、どう、いや、びっくりした。びっくりした。へぇ、だから、あ、やばいと思って、あ、ありがとうございますって言って、スーって。そうなんや。たまにいるのが、たまにいるのが、揃えて揃えて、揃えられないから揃えてって言われて、揃えるんですよ。ビッグとレギュラーっていうのが、ビッグはもう獲得枚数が多いんですよ。レギュラーはちょっとしかもらえないんですよ。で、レギュラーが揃っちゃうと、お前何してんだよ。いやいや、元から決まってるから。最初から決まってるから。申し訳ないけど、もう僕はもう文句言えないですよ、それ。でも文句普通に言ってきますよ。それは多分フラグが立ってることを知らないだと思うんですけど、もう最後の最後までなんかもう呪われるんじゃないかぐらい。そんなにありますよね。でもね、お前じゃなかったみたいな。でも次からは呼ばれないですよ。次はきちんと店員呼ぶんです。で、店員呼ぶのはいいんですよ。店員がまあね、レギュラー揃えるじゃないですか。お前じゃないと。お前じゃない。いやいやいや、そうなんですね。あるんですよ。中には、中にはでしょ。ね、そうね。見てる皆さんじゃないですよ。中にはいるんですよ、そういう人。そうですよね。暑いな。なんか来てますか？アベマトリーの。けどこれ出てないな、コメント。コメント出てない。これどうやって出るんですか？こっちコメント8って書いてある。こっちめっちゃ来て、あ、もっとあんやん。めっちゃ来てますよ。坂真ん中座れよ。はい、ありがとう。ちょっと言っていいですか、川原さん顔むくんでます。え、今日、どうですか。いや、むしろむくんでない方だけど、今日絶好調らしいです。そう、なんなの、失礼だぞ。ちょ、待って、失礼やな。シャカ酒飲んでる。飲
なんでそれちょっと見せちゃう全然弱いから今日ほんまに地区にダンスね、あら、あ、読んじゃったそれ、やだ売れてますよね、いらん、ポンちゃん、イエーイ美女がいっぱいいる、左の子はエロいなって完全にこれ、川原さんですよね川原さんだ、いや違う違うもうやっぱ色気が、ね、出てる、みんな見てくれてるんだ、嬉しい、ありがとうございます、もっと待ってますよ、いやもっともっと、もう拾いに拾いまくるから、うん、スペシャルやからね、拾わせて、うん、ほんま90分だからね、こっちも映ったあ、やった、映りました、ね、コメントあります、まだ来てないですか、そうね、かわいい、かわいい、かわいいってどういうこといい感じね、ありがとうございます、コメント拾ってって、あ、拾うね、めっちゃ拾うから、じゃあ、ちょっと拾ってください、覚悟しといて、もっとグラドル、顔を描いて、顔を描いて、ね、ちなみにトモもさっきからちょっと気をつけてたんですけど、ちょっとこうやってこうやって今日のドリンク、ありがとうございます。私もこうやって今日の今から、私さっき飲み干しちゃった。これは早い。超でかかったやん。開けるわ。あ、だってさ見えてるもんねこれ。見えてる今日シャンパンあんねん。あるんですよ。なんでシャンパンいつ開けていいんですか？シャカさんなんかさ、ほんまに何してるんですか？何見てんの？ちょっと申し訳ないですけど。見てん。大丈夫ですか？だって今日は2本あるで。やった。もうこれはさ90分から見干しましょう。ちょっとねこのなんかもうラッパスそうな勢いですよ。なんか似合うな。違うから違うから。これぐらいだったわね。じゃあ私はこれお上品で。違うから、あのちょっと滑る前に勝手に滑るのやめてもらっていいですかね、進ませてくれんからさ、でもさ1本は開けません、乾杯したよね、そうしたコメントを拾うって言って待ってたんですけど拾わないから、じゃあ、じゃあ行こうかなみたいな、そうなんですよ、今回だってあれですよ、クリスマス前ということなんで、まあこちらシャンパンの方用意させていただきました、さらにですね、まあただ飲むだけじゃあれだと、えいうことなんで、え、嘘ですよ、嘘ですよ、それ、え、嘘、え、え、何、はい、やだ、もういや、違いますよ、ちゃんと生ガブやだ、生ガブやだ、あら、来た、恐怖症になりそう、あら、来た、ほんまじゃなくて、あの、ちゃんとピザとか、食べるものも、そうね、そうなんですよ、用意してるんで、今回はですね、あの、まあ言ってもなかなかないじゃないですか、あの、皆さんがね、あの食べてるとことか、こういう生放送でやることなんか絶対ね、な、うん、ないんですか、初めてこういうの、うん、そうなんですね、はい、毎回やってんのかと思って、いや僕は全然、いやそんないいもんじゃないんですよちょっとちょっとなんかいつもね、もう本当にもう大変なんですね、罰ゲームあったりね、本当にお尻ペンペンされたり、いろんな経験されてる、大変ね、なんで、まあ、今回はねクリスマス前ということもあるので、はい、やまあ、楽しくね、みんなで飲んで、うん、やったー、普段ね、なかなか見ることがないような一面をね、うん、さらけ出すことによって、うんうん、はい、さらにね、うん、あの BGG のお二人のこと、うん、また川原さんのことをね、うんうん、見てる方が好きになってくれればいいなと、はい、好きになってねあえ、いい、開けて、めっちゃいい匂い、オープン、ででん、あ、やば、やばい、え、ちょ、待って、今さ、ね、今ダイエット中だけど食べようもん、それな、ちぇちぇ食べよう、今日は食べよう、ちなみにこれからこのシャンパンをですね、はい、あの配るわけですけども、はい、はいはい、なに、ちょっとね、ね、こう蓋がね、あ、蓋、蓋がね、これいいじゃん、これ聞きたい聞きたい、蓋がね、あるんでね、ちょっとね、ちょっとどこに向けて飛ばそうかと、それは決まってるでしょ、だいたい部屋の角ですよ、どこに向けて飛ばそうか、ちょ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 、え、なんで私は、なんで私は、ちょっともう結構ね、機材に当たると結構まあ飛びそうなんですよ、いや、だからそっちに向けたらいいんじゃないですか、いや、いや、じゃあ、じゃあ、だってだってメリークリスマスだけで、あ、オッケーオッケー、はい、せーの、メリークリスマス、うぅー、イエーイ、いやー、今飛ばなかった、飛ばなかった、ありがとうございます、じゃあ、なんかピンク色、あ、じゃあ、回します、あれですよ、今回僕は黒いのを、黒いの、黒い入れ物のシャンパンをやった方がいいんじゃないかって言ったら、うん、もう奥のね、はい、スタッフが、いやいや何言ってんですか、ね、何、さすがにゲスト含めて全員女性ですよ、間違いない、なるほどね、ピンクにした方が良くないですか、見た目がね、やっぱね、可愛いね、あえて何店舗も周りに行ったみたいな、うんうん、いやすごいなと思って、こんなことありますか、うぅーててててててて、わかったやな、わかったやな、やめていい、そのためのこれか、ありがとうございます、あ、そういうことか、そういうこと
緒にねお酒飲めればと思うのね。ほんまに、はい、でも顔赤なるよ。え、じゃあ用意もできましたんで、え、どうする、クリスマスで乾杯する、メリークリスマスって言った感じで。かわいい、オッケーオッケー、温度お願いします。じゃあこれからもパチガブよろしくお願いします。メリークリスマス、イエーイ、イエーイ、乾杯。コメント拾ってって、コメント拾おうって言ってました。飲んでる、みんな、うん、みんなも一緒に乾杯しましょうね。見てる人も一緒に飲んで、うん、ちょっと同じ、今日は飲んできましょう、うん、ピザもあるからね。これなにこれ、スパイシーハーブとレッドペッパー。辛いの嫌いな人いない、いない、よし、全がけ大丈夫ですか。いや俺もトナカイになりたい。俺もトナカイになりたい、どういうこと。だから多分こう吹かれたいんですよ。あー、オッケー、吹く吹く、いくらでも吹くよ。いやいや、僕じゃないですよ、そのね、その人が。え、これ全部ビエーってかけるんかな。いっちゃう、え、どんなキャバクラ感覚ではないですね。ごめんなさい。キャバクラ感覚、キャバクラ感覚、そんな感じなの。キャバクラ感覚で楽しいだろって来てるけど。え、そうなの、そうでもないの、シャカさん、うん、楽しくないの。どこに書いてるの、そう、わかんない、どれ。美女3人と飲めるとか約束すぎて羨ましすぎる。あ、それはそうかもしれない。え、嬉しい、シャカさん、嬉しい。カールさんと飲めすげー幸せ。おい、嬉し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 い、超嬉しい、よかった。私の扱いさ、席変わらかそう。なんかさっきからちょっとね、なんなんだ、そんだけ愛があると思うからね。愛されてんな、プラス思考って。よっしゃ、オッケー、プラスの思考。それが言えるだけすごいと思う。本当にガチの初めてで飲んじゃいましたって言えないもん。言えない、みんなで止まっちゃうのが普通なのに、うん、でもなんか喋らなきゃっていうので言ったんだよね。やっぱ大阪人だからなんかそこはね。いや、それもあって、ま、でもびっくりするのが今日全部飛んでるからね。何がよ、今日全部飛んでる。びっくり。そこ言えるならね。なんだよ、実況しかったよね、生放送で。なんでここ当たりが強いのか、ね、ひどないな、おかしいんだよね。アイラブ、アイラブ好きだよ。ちっちゃい子がさ、いじめるじゃん、よく好きな子に。そんな感じ、あ、見てそんな感じ、ほほほ、ちっちゃい子がやってたらほほやましいけど、まあまあ大人がやってたら私、まあまあ、まあまあ、何それって言うよ。確かに言うよ。なんだよ、このイチャイチャ、やめてくれ。で、ちょっと次、じゃあちょっと次行ってもらっていいですか。これは難しいけど。え、ごめん、今日も時間なんで。早くない、いや、まあいいわ、すいません、ピザ食べよ。こうやってんじゃん。次はじゃあどっち行きます、川原さんが。川原さん、川原さん、もうすごいな、先輩を。違うのが良かった。投げた。こういうのが欲しかったわ。プライベートで失敗した話って書いてあります。いや、弱い人いっぱいありそうやけどな。いや、プライベートが、だからさっきも言ったけど、うん、あんまない。あ、本当に家に帰って寝るだけ。だけ。あ、そうなんですか。で、失敗したのは失敗、今年ですよね、これ。今年です。いや、別に振り返ってもいいです。あ、本当ですか。はい、全然。え、だったら全然ある。だったら全然ある。全然ある。いや、全然ある。お酒だけど、大体。まあでもそうですよね、プライベートで。そう、あのね、白子の時にね、失敗するってね、まあやばいから。確かに、確かに。そう、まあ、なんだろうな、でも一番プライベートで失敗したのは、なんだね、なんか飲んでて、うん、まあ、それはまあ大前提ですけど、飲んでて、ね、そう、あの仕事の人、仕事の人込みの組、はいはいはい、でもその仕事の人に、そのなんだろう、女の子と飲みたいって言われて、うん、じゃあ友達の可愛い子用意しますって言って、はいはい、でその女子との飲み会だったんですよ、はい、で、まあ私がまあ相当行かれてしまって飲みすぎて、はい、まあそういうことですね、うん、簡単に言えばね、うんうんうん、で、あのグラスを投げて割って、え、嘘でしょ。いや、もうゴミが、あ、もう、どうぞせーせーせー、ちょっと、ちょ、真ん中行かないんだよねみたいな、ダンスみたいな。いや、それやばいけどもう、でも記憶ないから。そう、で、さらにはその自分のもう全然仕事関係ない普通の友達を呼んでるんですよ、うんうんうん、で、その友達ともう、こ
こういう取っ組み合いの喧嘩、嘘をその仕事の方たちの前で披露してるっていう、そう、何飲んでそうなんですか、それね、ちょっとイラッとしちゃったのかな、あ、したの、あ、したんだ、いい、ね、一緒話して、うん、違う、ちょっとね、え、だめだ、長くなる、これがあと45分では足りない、あ、足りない、足りないけど、その、もう、まあ、ちょっとイラッとしたのよ、そう、イラッとしてて、ずっとイライラしてて、でも、ずっと我慢してて、そしたら、まあ、私が私じゃなくなった時に全てをこう放出してしまったんだろうね、でもまあ、滅多にならないってことですよね、あ、そう、3年に1回なんかちょっとプチオリンピックみたいなね、全然間違いない、いや、オリンピックよりちょっと、まあ、短いスパンですけど、うん、プチね、あるんや、プチプチ、そう、3年に1回ぐらいそういうのが出てくるかなみたいな、なるほど、いや、でも、さすがにその時は、その3年に1回のそのまあ、タイミングにしても、どの3年に1回の時よりも、その時が一番、もう朝起きた時に、ふわーってなった。やばい。あ、それはね、そう、失敗ってやつですね。うん、でも今回、すごいやつが、残り期間であるかもしれないですね、その3年に1回。あ、そろそろ天井来るよ。天井を。これ恩恵じゃないからね、被害だから。ちょっと見たいけど、見たいけど。漏れなく。漏れなくついてる、漏れなく、漏れなくちょっと音形ちょっと低めにね、低めにボーナス当選ぐらいですね、まあ、あるんですけどね、プラスアルファあるとね、なかなか ね、そうね、一発あるんでね、ね、なかなかね、はい、話でした、すみません、はい、どうですか、アベマの方はコメント見れますかね、みんなさ、何で見るのかね、一番ね、何見てんだろう、進まへんのやけど、どうやって これは完全に進まない、コメント一覧表、やっぱそっちかな、ニコ生なんかな、そうそう、そっち進まへん、そう進まないから、ちょっとオコリンピックって来てますよ、オコリンピック、いいね、いいね、オコリンピックが3年に1回来るんですね、あ、私のうまいな、うまいないや、まあでもね、私もう悪いからね、それは、うん、あ、もう今の一言で判定がもうつまんないになっちゃいますね、なんでよ、なんなの、だから怒ってる、すごいいいこと、すごい、あ、分かる分かる、もうすごい分かる、そういうのありますありますっつって、もう最後にね、いや、もう私その後その会社の人たちに、もう会社の前行って土下座しましたからね、え、マジで、でもグラス投げるって結構やもん、うん、結構 な落としちゃったとかならまだ、うん、まだみんな許せるけど、いやでも投げるってある、いやだってもう全長行けばね、そう選ばれますよね、いや、まあ、それはまあ、本前長ですよ、本前長、本前長はまあまあある、ダンスやん、赤字レベル、赤字レベル、まず消化するよ、ダンスやん、投げるか、まず消化するから、うぇーい、ダメだけどね、絶対ダメだけど、カールさんかっけえなーと思ったら、私も悪いけどねみたいな、いや、ここでもね、3年、うん、5年くらいはない、あれ3年に1回は、いや、だから、ちょっとスペック悪かった、スペック型落ちみたいな、ちょっとスペック悪くなったかなみたいな、なるほど、しょうがないです、でも逆ですよ、あのちょっと僕多分言ってなかったですけど、はい、まあエピソードね話していただいてる方のね、うん、エピソードがつまんないって評価だったら、はい、実はこのゲスト、まあ、PGG とか R さんのですね私物をですねガブメダルの景品に追加いたしますと、うん、いうのも絶対私危険じゃないあれつまんないからひどい、もう決まってる、喋る前から決まってるひどいそう、なんでもうねちょっとあえて今回ちょっと川さんのそのすごい面白いんですけど、ね、最後のね、まあ私も悪かったんですっていうねちょっと牙が折れた感じが、うん、はい、ちょっとつまんない、あ、つまんなかった、なんだ、なるほど、なるほどね、マジ腑に落ちないわ、いやーね、これ絶対番組終わったら僕締められるパターンになる、締めろ締めるよとかも言われちゃってるんでねね、でも、はい、相田さんとかアラさんの私物はね景品に追加するとちゃうでいうことで、じゃあともちゃんがあるよ、まあ最後はあーっしゃ、ね、森崎さん、はい、つまらない話じゃない話をね、じゃない話か、真剣に投げて真剣に投げてどこまで投げようかな、はい、ほんまいくよ、同じのじゃないのがいいな、そうやね、うん、同じだったらまた変えよう、ちょっと、うん、やり直し、やり直しでしょ、しゃ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 、好きなのじゃなかったらやり直しして、あ、分かった、うん、じゃあ好きなのは、あ、もうやり直し、やり直
しい。私もやりたかったこれ。プライベートで失敗した話だったからもう一回やり直そう。いや、いっぱいありますよ、そんなね。いっぱいあるよね、人間生きてたらね。まあ共通するよね、けど。あ、めっちゃいいよ。いい。めっちゃいい。うん、実は私マルマルマルです。これね、これね、本当に私いっぱいあるでしょ。いや、あるよ。でも今日はとっておきの、今日生でしか言えない話をするね。あの、いいな。私6年間アイドルやってたじゃないですか。いや、知らない。あ、アイドルやってたんですよ、地元の名古屋のアイドル。地下アイドルみたいな。いや、メジャーしてた。メジャー。オリコン2位取ってた。オリコン2位取ってた。カラオケに入ってます。カラオケに入ってる。入ってます。 OSU っていうアイドルやってたんですけど、はい、アイドルはめっちゃ嫌い。え、お、今こういうなんかあれだけど、あの、わかります、なんかえ、ほんとはアイドルめっちゃダメだった。あ、自分が、自分アイドルがダメなの。だから今でもアイドルの音楽とかすぐ敏感で、すごい聞くとすぐ変えたくなっちゃう。え、その違う人がアイドルのもちょっとあんまりって、もう何でもダメ。アイドル自体ダメなの。響きちゃう。なんだろう、なんか、うん、なんなんなんつってやってなかったね。それ何があったの？分かんない、分かんない、こんなの。じゃあトマちゃんはアイドルやってた時は、はい、うん、そういう言葉してなかったの？また、でも やってた。じゃあそれちょっとやってみて。皆さんいつものピートモコールお願いします。いきますよ、せーの、笑って。はい、ありがとうございます。ピートモこと森崎智美です、よろしくお願いします。こういう感じ。なるほどね、それが嫌なんだ、本当は。多分自分がやってることに対して多分ストレスがちょっとあったんじゃない。あ、でもかな。え、でも多分メンバーの子はめっちゃ知ってるんですよ、アイドルめっちゃ嫌いっていうの。だからアイドルの勉強しなきゃいけなかったけど、アイドルの PV とか何にも見なかったから、それぐらいダメなんですよ。でも今アイドル卒業してグラビアやって、本当にアイドルっていう存在がめっちゃいいものになってるので、うん、アイドルがあったからこその。グラビアってアイドルじゃないんだ。いや、私それ考えてるの、グラビアアイドルじゃないですか。そ、ね、あ、それめっちゃ嫌だと思って、昨日考えた。昨日、うん、割とキンキンな話や。割とキンキンな感じ、うん、え、アイドルどれぐらいやってたんだっけ。6年間。お、長すぎない？17ぐらいからやってて。すごいね、うん、なので先輩よ、先輩。いやいやいや、もうなので今あのセクシーグラビアとして頑張ろうかなと思ってます。へ、あのグラビアアイドルじゃなくてセクシーグラビアにしようかなと思って。なんか深く聞きたいわ。新しい、そう、いろいろ考えてね。そこら辺聞いてます？うん、うん、もうなんか興味ない、興味ない。なんでなんで、この話ちゃんと聞いてください。え、けどここでしか言わんから、本当もう言わんといて、もうみんな引いちゃうから。せっかくね、言わないでくださいね。ここでしか聞けない生放送の話なんで。だってみんなアイドルの森崎が好きで来てくれたとか、本当にそういうね、申し訳ない。なんで好きになってくれたんかなって思ってしまうぐらい、本当にみんな応援してくれた、本当にありがたい。ほんま、逆に素の、うん、あ、確かに、うん、見えるっていう。そうやね、そうか、うん、やっぱり素を出してるっていう。そうだね、何言ってるのじゃない、うん、めっちゃ素出してた。確かに、うん、もう嫌な嫌なとか言ってたから、普通に。まあ確かにアイドルやってたらこの森崎さんは見れないかもしれないですね。うん、確かに。うーんってなってるから、鼻つけて、あー、ありがとうっつって。それもね、ちょいちょい出しつつね。あ、だよだよ、ギャグギャグギャグね。オッケーオッケー、ありありあり、あり。 PGG の仕事を一緒にして、トマちゃんとしてても一緒に喋った感じ、確かにアイドル感はない。そう、あ、全然アイドル感は出てない。アイドル感あるって言うかと思ったら、ないない、あ、ないんだ。でもやっぱりホールさん行ったこともあるじゃないですか。ありますね。こうレポートとかも出てくるじゃないですか。そういう時はどうですか、アイドル感は。あ、それは、なんていうかな、裏表図とか全然なくって、うん、なんかすごい、なんかキャピとかじゃない。私もキャピとかじゃないから、お互い様やん。なんかお互い様なの、すごい、うん、なんか似てるところはあるかなってちょっと思う、うん、あ、キャピっていうのはもうさっきのアイドルみたいな、うん、ヤッホーみたいな。なんかでもよく喋るからかな。あ、なんかな、ゆうちゃんも確かに新人さんなんやけどそんな感じはせんし、フレッシュ感がないっていうよく言われる。新人さんなんやけどみたいな。いいね、いいよね。生放送とかができた。生放送とか半年かな、ほんま全然いいよね。なのに、うん、今ね、こんな活動してるからすごいなと思って。いやいやいや、まあ、しかもファンの人めっちゃついてんねん。いやいやいや、しかも濃い濃いの、みんな濃い。ゆうちゃん大好きって言って、優しい、ま、ね、だよね。しかもゆうちゃん神対応だから、ほんま嫌な顔一切せんて、めっちゃもういいよいいよみたいな感じ。そう、うん、こんな感じっていう。ここはキャピってる間にみのりさん普通に飲んでる人やなんて。
ツッコミ来てますよ。え、飲んでますけど何か怖い。あれなんかダメだった。じゃあ今日飲む場だね。グラスに酒がある限り飲み続けるよ。投げるよっつって、社会社会にね、社会にそろそろ投げてこう。そろそろね。まあまあそれは本当にもうめったにそうね。え、これはもう一瞬で終わっ、まあ実は私は〇〇なんでしたっていう話でした。どうでした？まあでもいい話です。え、マジ良かった。え、本当ぶっこいたよ。なるほどって。面白い。いい話だったんですけど、みんな面白いでしょ。みんな面白い。みんな面白い。面白い。みんな面白い。本当そう思う。でもあれですからね、申し訳ないですけど、散々お願いしてた人から真っ先に裏切ってますからね。いや、みんな面白いですよ。みんな面白い。みんないい話をしていただきましたけれども、はい、ただとはいえ年末ですよ。とはいえ、とはいえ年末ですよ、まあね、もう皆さんファンの方もいらっしゃるわけですよ。やっぱりファンの方だったら欲しくないですか、皆さんの景品。あ、私物ですか。あ、そうね、そうですよね。それはあるかもしれない。なんで私物か、つまんない、面白いは、まあいいです。もうさ、最初にルールとして置かせていただきましたけど、これはもうでも提供していただかないと。そうね、番組上ね、うん、いや番組上じゃない、ファンのため。あ、ええええ、皆さんファン好きですよね。大好きです。大好きだよ、ハート。うぃおい、アイドル、それアイドルだよ、アイドルだよ、それアイドル、どういうこと、なんだよ、それどういうこと、どういうこと、あれ言ってる、聞いてる話と違う。大好き。こういうのね、こういうのつまんないからね。こういうのつまんないんで、やっぱりね、もう皆さんにね、もう私物はね、景品として、ごめんね、ごめんなさい。びっくりしたね、いきなりアイドルセンサー取ってる。やっぱアイドルなんで、ちょっと私もやろうかな。じゃあやっていい。めぐまやれてよくなって。私もやってみようかなって言ってたよ ね、見たよね、ゆうちゃんのアイドルっぽい。じゃあアイドルっぽい。ちょっと一回教えて、言葉とか教えてみて。ちょっとキャピキャピして、キャピキャピ、とりあえず、アイドル言うよみたいな感じ。ちょ、とりあえずテンション上げとけばいいんだよ。みんなに元気を与えちゃうぞ、ハートラブ注入みたいな。ごめんなさい、古かったね。まあそんなようなね、感じで。軽く細くなるからね。じゃあ、まあ、そんなもんですよ、あんま。じゃあやってみて。何が、大阪のノリで、たこ焼き入れちゃうぞぐらいな感じで。ちょっと一回見本にして、もう一回。分かった。言葉。あなたのたこ焼き焼いちゃうぞ、アイドユンです。どう？なるほど。あなたのたこ焼き、何ですかそれ。気になります。気になるよ。結構何ですかそれ。結構焼くやつ。それは、じゃあやめて、やめて、こまないで。コメントがめっちゃ聞いたから。見たい。全然コメント拾ってないよね。これどうやってさ、あのさ、そう待ってね。あれもうなんか、あ、来た、うん、体育座りが好きやって。さすがピートミヤだ。あざーす。みのり、泥酔していこう。おお、任せろこれ、声優さん、声優やろ、声優やろ。あ、ほんと？あ、ほんま？ありがとう。うん、やば。私、ありがとう。大好き。ありがとう。かわいい。視聴者の皆さん大好きよね、ラブチューニュー。しょうげき、しょうげき。完全にアイドルですよ。やばいですね。今仮面かぶってたんで、6年間。じゃあちょっと教えてあげてもらっていいですか。だからたこ焼きがちょっといいんだ。声がさ、めちゃうやん。いいね、そんなんね、もう作っていけばいいんだよ。鼻にツーってなるよ。家電出るお母さんみたいな感じでさ。あ、もしもし。見て、カメラ私にお願いします。私らどうしよう。みんなのたこ焼き焼いちゃうぞ。ちょ、自己紹介まで言って、自分の名前まで言ってよ。なんでこっち来たの。ねえ、なんで、なんで、でも今の手で超燃えてると思う。絶対好きだと思う、このね。そう、僕ね、素直な、やばい、僕ね、素直な感じの燃えね。やばい、みんな今もうだって素だもん。うん、マジで素で、そう、超かわいい。私マジで買いたいと思った。おー、お墨入りましょう。あざっす。ユンちゃんかわいいってやった。ねえ。でもまあ確かにびっくりしましたね。もう似合わんみたい、私はこういう。いいね、でもね、いいね。
そうね、いいね。これが素やからさ、いいじゃん。今後からさ、キャッチフレーズそうすればたこ焼き焼いちゃうってみんなのたこ焼き焼いちゃうって。ほら、僕のたこ焼き焼いてください。何言ってんの、何言ってんの、何のたこ焼きや、ね、まあ、何なのかよくわかんない。すみません、そうダメ、そうちょっとダメだから。もうなんかアイドルなのか何なのかよくわかんない。もうじゃあ生なんでさ、生だけのね。あ、みのりもやってみてやって。何よ、みのりもぶりっこしてみてやって。みんなのたこ焼き焼いちゃうぞ。みのりんのさ、みのりんのキャッチフレーズないかな、なんか。なんか考えて、じゃあ。ちょっと、川原さんのキャッチフレーズ。私ずっとないんだよね。コメントをいただいてもよろしいですかね。あ、欲しい欲しい。あ、そうね。うん、ダメなのはダメだよ。ダメなのはダメだよ。うん、ダメなのはダメだよ。昔からそういう感じの姉御肌的な。え、何がですか。ね、本当に姉御肌、確かに。いや、もう頼りになるな、みたいな。そんなことはないです。あ、そうだね。あれ？え、どっちかというと、じゃあ甘えん坊みたいな感じなんですか？あ、いえ。あ、そうでもない。うん。じゃあどっちですか？え、どっちでもないです。姉御肌って何ですか？姉御肌、面倒見がいいとか。別に自分からあの引っ張っていくタイプじゃないけど、うん、頼られたら、うんうんうん、なんかあったら言ってね、うん、頑張った結果損した話があるんですけど、お、あ、言っていきましょう、言っていきましょう。痛い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 けど、うん、その前に川原さんのそのキャッチフレーズ、うん、あー、でも欲しい欲しい、あるなら欲しい。ゴッドフリーズ短髪女。それはね、違う。萌えってきてますよ。でもね、考えたんだけどね、めっちゃみんな引くと思う。何？あ、これいいかもしれないです。あなたの果実を実らせちゃいます。あー、かわいい。川原みのりです。え、かわいい。誰誰、いや、私も欲しいです。いや、どうも欲しい。めっちゃ今、はい、はい、あなたの果実を実らせちゃうぞ、川原みのりです。え、めっちゃいいよ。かわいい。めっちゃアイドル。かわいい。アイドル。これかわいいっすね。いい。超アイドル。もらう。めっちゃいいよ。かわいい。ね、いいな、うん、いい。これかわいいっすね、確かに、うん。求まれてる。求まれてる。で、川原さんが、そんな川原さんがね、うん、あの、また頼んでもないのに二つ目のね、エピソード。サイガリさん、なんだっけ？なんて言ってたっけな？頑張ったのに、そう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 。これこれこれ。そう、あの、なんだっけ？なんだっけな？なんか台本忘れたな。一旦飛ばします。後輩とか。後輩とか、はい、そう、さっきその姉御肌的な話から、そうなんですけど、はい、あの後輩を、うん、もうすごい可愛がりたいというか、うんうん、なかなかいなかったんで、うん、ああ、そうなんや、うん、たかったんですけど、そのまあ可愛がってると思ってたら、うん、はい、すごいざっくりな話になってちゃって申し訳ないですけど、そういいいい、これ見れないですよ、なかなか、うん、裏切られて、だいぶ裏切られて、辛い、なんかまあ逆にもうそうしかと、みたいな。え、なんで、え、なんで、え、川原さんがソース感になったんですか。え、なんで、え、何それっていう、なんかなかなか答えた時はありました。へー、だからその時から私はもう、うん、後輩は面倒見。おお、なるほどね。そうですね、確かに。後輩とか後輩じゃないとかそういうので見るんじゃなくて、まあ人として、そう、人として、うん、そう見て、上も下もなく、そう関係なく、うん、本当にそのいい付き合いができれば、うん、ね、仲良くし、うん、そうですよね、そう思いました。うん、そう、確かに、うん、っていう話です。なるほど。やばい、ちょっとなんかいい話、いい話よ、うん、これはいい話ですよ、ね、すごい染みた今。すごいいい話。そうだと思う。僕もだって、そうだなって思いますもんね。共感しちゃった。共感しちゃいますからね。まあ、来た来た、はい、あの、共感をしたい方はね、あの、今後もパッチガブ見ていただければ、はい、そのストーリーがね、明らかになると思うのでね。はい、ただ、ちょっとごめんなさい。ちょっと時間がね、あの、押してきたので。え、もう？今何時ですか？やばいな。そうですよね。ちょっと進めてもらっていいですかね。なんで、あの、ちょっとあの皆さんからサイコロ振っていただいて、うん、エピソード話させていただきましたけども、うん、まあ、ちょっと途中でね、あの、川原さん激おこしてきたんで、うん、ちょっとね、なだめるの大変だったんですけど、え、私なんかした？大丈夫です、大丈夫です。ただ、まあ、可愛いお三方のね、
私物を景品にね追加させていただきたいなと思ってますので、うん、でも私物って今日はお三方の私物何持ってきたのか景品に追加されますからね。そりゃね別にさ、もらっていいそんないいものないよね。え、そんなもの持ってきたんですか。え、わかんないけど、それぞれ鏡にしようかな。なんでよね、ほんま。いやだ、じゃあトムから言っていい？うん、あ、いい。トムの景品はって言っていい？あ、いい、どうぞ。どうぞ。じゃあトムの景品は、チュチュチュ鏡なりー。イエーイ。鏡なりこうかな、こうだな。鏡。ですね、私ね、この間タイに撮影に行ってきたんですけど、タイでね、自分の鏡忘れちゃって、最近買った鏡が、チュチュチュこれです、ピンクの鏡。そう。困るじゃん、鏡ないと。そうっすね、うん、話聞いてるじゃん。いや、コメント拾わないと。うん、そうね。そうです。私すげえボロボロの使ってて。あ、鏡割れないですか。だからそれ欲しい。あ、じゃあもうあげていい。いや、これ私物ですからね。私物に価値がありますからね。大丈夫かな、今日の手形とかさ、こっちつけといたら。あ、オッケー、いい、ってなって。待って、やってくれ。あ、いいね、いいね、いいね、欲しいね、それね。え、ちょっと待って、リップがある。え、ほんまやっていいの。ほんまやっとる。え、いいですか、いいですか。まそれマジで、オーバーリップしようか。大事に保存しといちゃうやつ。いや、もういいってコメント来たらいいですよ。いや、いや絶対いいよ。コメント次第だ。サインも書いてねって来てます。どこに、どこに、鏡のとこに。いや、こっちでしょ。あ、こっちか。あ、オッケー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 。え、つけるよ、ほんま。やって、いいと思う、いいと思う。つけてさ、どうするの。鏡にキスして、いいって来てますよ。いいよ、それはいいよ。え、オッケー、行くよ。あ、いい、来ました。じゃあ行きましょう。ちょ、見ないで見ないで見ないで、そんな。あ、見ないでとか言われたらね、見るよね。いくよ、完全に。え、どこにする。あ、端っこの方がいいかな。今使うもんね。あ、まだやってない。真ん中使うから。うん、うん、失敗した。あ、いいじゃん。いいよ、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 いいよ。じゃあこれで。やばい、キスマーク付き鏡だよ、これはね。大丈夫かな、なんか。いいよ、いいよ。ちょ、ピザのさ、ちょっとなんかね、ついてる。油もね、油もね、込み、油も込みです。ついてるかもしれんけど、レアレア。まあそんな感じで、じゃあこれでーす。イエーイ。あとちょっとこっちにね、サインしていただきます。そうやね、あとね、サインしますね。サイン付きですよ。え、欲しいって来てますよ。ほんま。え、絶対欲しいよ。来てますよ。そう、クリップ。いやいや、大丈夫です、これ拾えないコメントなんで。拾えないコメント。はい。何何これ拾えないでしょ。見せて。これ拾えないでしょ。出てるから。でもさ、嬉しいやんや。ほんま、ありがとう。報告ありがとう。嬉しいやん。やっぱさ。ああ。これはね、拾えないでしょ。いや、もう一番嬉しいコメントです。一番嬉しい。すごい、さすが先輩。ありがとう。じゃあ次、次、次。フォローしていただいて。ほんまにや。ありがとうございます。じゃあ次、うん、アイルさんの私物は。私物とかさ、だってさ、なんかあれやん、ちゃうやん、これ絶対ね、ちゃうやん、ちゃうやん。え、いいん、こんな、なんかさ、そのやりにくいわ、ともちゃんの後に。なんかさ、なんかできひん、鏡とかちょっと可愛いやん、やっぱ。あいや、ね、ごめんね。でも私物ですよね。うん、何やと思いますか。何だと思いますか、私物。ねえと思います。いくらいくら映ったやんね、今。そのクッションくるやつ。いや、これ違う。あ、これだ、これでいいかも。これは私物じゃないんですよ。サンタさん。あら、かわいい。サンタさんです。普通に飾るやつ。なんか今メリークリスマスで、クリスマスなんで、家に飾ってたやつを持ってきた。もうむしろ、いや、ごめん、ちょ、これ絶対家に飾ってたんじゃなくて、家に眠ってた。正解、正解、正解よ、正解。しかも別にそんな、しかもいいものではないかもしれないけど、いやいやいや、やっぱさ、サンタさんって家の中でちょっとやりたいし、クリスマスツリーは置けへんねんけど、こういう小さいものだけをまあ置いてるって感じ。でも可愛い、可愛い。欲しい？いないよね。え、でもいいんじゃない？クリスマスだし、うん、いい。そう、クリスマスにはいいかなと思ったけど、うん、降ったらちょっとキラキラになるやつ。そう、スノードーム、ね、かわいい、かわいい。あ、そういうですかね、スノードーム、スノードーム。うん、かわいいじゃん。靴下くれって。靴下履いてへん。履いてない。確かに履いてない。履いてないらしい。この方、靴下履いてない。
てないです。いつも冬さ、靴下履かないけど、ストッキングストッキングも嫌いなんです。え、待って、ブーツ履いてるときに靴下は生足？私の生足派なんです。うわ、若いわ。嫌い。中ポーズして。え？中ポーズして。中？はい。中ポーズって何？カメラに向かって。かわいい、かわいいな、ういういしいわ、ほんまわかんない、そういう、あ、アイドルですか。うん、このさ、ういういしさ欲しいわ、ほんまやめてや、そういうキャラちゃうやん。先生、先生あざ先生も聞いたぞ、振りどれかな、カメラはどれかな、カメラはどれかな、こ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 れかな、うん、まじゃあちょっとして、近い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 好きだよ、だるだる振らないで、私もちょっと反応して、シャカさん。いや、あれです、体育座り可愛いって言われてますよ。あの、もう進行するまでいっぱいいっぱいのなんです。よかった、じゃあそのままでミロリもやってって。あ、私そういうのはちょっと NG なの。嬉しい。あ、だるい。むしろブーツくれって言う。いや、面白い。どう？あ、すごい、ミノリンが欲しいって。ミノリンが欲しい。ミノリンね。めっちゃね、やだ、自分で見るの恥ずかしいね、これ。いや、でも可愛い。可愛い、可愛い。で、まあ、相田さんが私物を紹介していただいたので、まあ、最後は川原さんがね、私とかまだ発表したのか。はい。ガマ口です。ガマ口です？お財布？うん、あの、私、金入れてました。あ、金入れてました。ね。汚れてね、お金が入れてた。あ、でもすごいリアル、うん、お金入れてるけど、ほんとだ。そう、あのガマ口です。はい、これ結構使ってたやつですか。あ、ちょいちょい。でも確かに中に入ってた感じがしますね、はい、そう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 、あの、うん、結局実践とか行くと、うん、あでかい財布とか持ってると邪魔なんですよ。まあまあ確かに。なんでちっちゃいバッグ、ちっちゃいカバンに入る小さいお財布的なものとかってなると、やっぱこういうものになってくるんですよ。うん、あれですか、もう輪ゴムでこうやるタイプですか。あ、もう輪ゴムにすらもう頼らないです。そのまま。あ、もう全部二つ折りで。ザッザッ。なるほど。はい。ザクザク。ザクザク入ってた財布です。おー、いいじゃん。じゃあ、ある意味運気上がるかもしれない。運気上がっちゃう。上がっちゃうかもしれない。上がっちゃうかもしれないですね。なるほど。なるほどね。あとはね、ガマ口に息吹かけて、息吹ってなんだ、息吹ってふーって、あー、いい赤かった、今いい感じに赤かった、今息吹かかりましたよ。あとはね、この PGG のプレミアムガブガールズの2人からあるんですよ、シャカさん。あ、そうなんですか。うん、じゃあどうぞ。なんと、ね、あの、来年のね、ん、来年のだんだかだんだんだん、それバレんだ。ちょっとちょっとちょっと森崎森崎主張がすごいぞ。森崎主張がすごいぞ。出てきちゃった、ちょっとごめんなさい、ちょっとアイドルだったんで。いやー、ビビったわ。ちょっとごめんなさい、アイドルだったんで。今完全ね、無視したよね。え、無視した、映ってたと思う、ちゃんと。いや、全然無視したよね、うん、今あの何いや、もう言っちゃってるからね。あ、ダメだった？うん、ダメだったね。あ、ダメだった、ダメだったね、残念だったね。あ、もうこれね。まあ来月森崎さん見れるからね、この生放送で見てもらえればな、うん、見てください。思うんですけど、まあ最後なんですけども、うん、2017年のカレンダーにですね、川原さん、PGG のお二人にですね、まあサインを書いてもらったですね、こちらのカレンダーをですね、景品の方に追加したいなと思います。まあ、なかなかですね、こういったコラボで、3つのサインがあるカレンダーなんてないと思いますので、ぜひですね、そうですね、もう年末年始の特別バージョンということで景品の方を追加させていただきますので、ぜひこちらの方もですね、応募していただければなと思います。そうでございますね。で、こちら景品として、はい、うん、追加させていただくんですけれども、うん、なんとですね、このサインがあるカレンダー、うんうん、当選人数は77名の方に当選されるんですけども、
こちらのサイン入りはですね、うん、その中でも7名の方だけなんですよ。なるほど、カレンダーは全部で77名。そうです。ただこのサイン入りはもう7名にしか当たらないので、もう当たった お客様はもう本当にもう、いや書いてあるでしょ、うん、11分の1って感じの確率ですよね。いや10分の1の、あ、10分の 1?11 分の1、11分の1やった、うん、ですよね。そうなんですよ、すごい。なんかなんでもし、応募していただいて、こちらのサインのあるカレンダーが当たったお客様はもう本当にラッキーと、うん、ということなんで、もう来年 ね1年すごい、ね、そのお客様にも幸せがね訪れるようにと6月最高いうふうに思っております。ね、6月最高らしいですよ、みのりによると6月がいいらしい、うん、どうツイン、はい、ああいいですね。いやもう最高ですよ、毎月最高ですから、ね、いい、はい、じゃあ私の誕生日はハートで囲っとこう。とも囲っとこうかな。それはそれ、サイン入りのやつだけの77分の1だから。じゃあ私もハートで囲っちゃおう。囲っちゃおうある、ね、あるあ、ここなんで何月ああ、そのさ、太いやつ囲うや。何月何月ですか。なんかすごい盛り上がってますけど、応募期間の説明をしよう。あ、じゃあしといてください。あ、じゃあもう任せよう、うん、私8月で。なんで、その他にもですね、バチガブの運営からですね、まあ、クリスマス含めまして景品のご提供の方させていただきたいと思います。いいじゃん、いいね。先ほどご提供、ご報告させていただきました景品の他にですね、みんなしーん、いいね、どんなことも書いたからな、ほんま。はい、でっかいでっかい市長で応募期間は大切やから一回言っていい、言っていい、森崎智美って書いていい、でかく。で、その他にもですね、 JCB ギフトカードの5万円だったりですね、うん、JCB ギフトカード1万円分、はい、まあ10名ですね。そうですね、まあ、さらに 3DS もですね、まあ、通常経営にございますが、うん、こちらの方もですね1名当選者を追加したりですね、うん、なんてこった。またプレミアムガブガールズチェキセットという7枚1セットのものもプレゼントさせていただきたいなと思っております。また、はい、こちらの景品の応募期間なんですけれども、うん、生放送を見てる、お客様だけに応募期間の方をご紹介させていただいたと思っております。やったぜ。ちなみにこちら今、パチガムの方アプリ起動しても景品ご登録されておりません。こちらの景品ですが、すべてですね、12月の25日、うん、まあクリスマスですね、そう、イブが明けたクリスマスの12月25日の、うん、正午12時から18時、6時間限定でですね、景品の方を追加いたします。もうこちらですね、生放送を見てるお客様が、うん、唯一知れる、そうやね、生放送だけの特典情報ですので、11月25日12時から18時はぜひですね、パチガムのアプリを起動して、こちらの限定景品を応募していただければなというふうに思っております。はい、でですね、まあ一通りコーナーの方も終了してですね、景品のご紹介もできたということでですね、最後にプレミアムガブガールズのお二人からですね、まあ最後のそうですね、はい、ご紹介とですね、パッチガブ、うん、さらに、ガブガールズの、はい、ご紹介の方をしていただければなと思います。はい、まあ、お二方噛まないで。え、私噛む代表やで、もう噛み噛みしかない。ちょっとはい、やってもらっていいですかね。じゃあ先に来店 どうしようか。最初じゃあ生ガブ来店スケジュール告知から、お二人にご紹介させていただいてもらっていいもよろしいですかね。はい、来月のスケジュールかな。足つってきたんですけど、じゃあ私から行きましょうかな、はい、アイドル風に。え、アイドル風、分かった、頑張る。はい、12月29日木曜日、県内最大級の未来型スポット専門店スロット、私スポットスロットどこ行った、専門店、専門店PX 合格やった、ざすPX おなばけ店様、おなばけ店様でって、うん、なのでね、行くらしいですよ。もうじゃあ続々と私も、そうですね、お願いします、はい、では、はい、12月30日金曜日、1月4日水曜日、じゃあアイドル風に、ガブガールズが何回もお邪魔しているお店、あ、かわいい、肉巻きおにぎり、うん、おだこ、
大たこ焼きなど敷地内に屋台が出るお店、大砲カリーやおがきえ店様です。7日土曜日に JR 市川駅北口から徒歩なんと1分の駅からすぐ、うん、ハップス市川駅前店様に行きます。はい、で続いて1月9日日曜日、はい、鈴鹿地区にキング土球の1200大装置設置、うん、ちょっと勘違いが悪い。はい、もう一回お願いします厳しい厳しいっていう感じ、ね、そういう感じがね。鈴鹿地区にキング土球の1200台設置、最新空調ミストアタックが喧嘩初導入。あ、1月9日は月曜なのかな。あ、日曜、うん、ね、月曜だったっぽい。あ、そうなんや、月曜たまたまね、たまたまそういう時もあるよね、うん、たまたま1月9日は月曜だった、うん、そうですね、すいません、日曜日です。でキング観光、はい、サウザンと鈴鹿店様、1月9日の日曜日です、すいません、失礼いたしました。はい、あ、月曜日です、すいません、申し訳ございません。はい、そしてそして1月14日土曜日、中津川市地域最大級大型パチンコホールベガス800店様に行きます。はい、で1月15日日曜日、うん、名古屋のど真ん中に1315台のキングの大型店現る、うん、キング観光サウザント堺住吉店様です。イエーイ、友の地元です。名古屋やね、名古屋、はい、地元です、うんうん、すごいね、最近建ったとこめっちゃ綺麗です、ここ。あ、そうなんだ、近い、知ってる、近かった、住んでたとこから。はい、はい、1月21日土曜日、乳銀直営店、選べる遊べる寝台盛りだくさんなパーラー乳銀様に行きます。はい、続いて1月21日土曜日、こちらも乳銀直営店の定価専門店パーラー EX 店様です。はい、はい、ということで、はい、皆さん可愛いね子も来るかもしれないのでね、はい、ぜひぜひ遊びに行っていただけたらいいなって思います、はい、そしてね、はい、情報はパッチガブのねアプリでぜひぜひ見ていただければと思います。あ、これかな、これは、うん、出てますね。あ、もう一個かな、今のは、今あれはね、あの LINE とかでもね、あの QR コードでペッてやってくれればペッて出るんで、ぜひぜひあのアプリダウンロードしていただければなって思います。そしてね、あのアプリのダウンロードの方法、これですね、はい、今画面に出てるとこなんですけど、うん、あのパチガブのアプリの DR、うん、DL 方法、ダウンロード方法ですね、ダウンロード方法を紹介しちゃいますね。はい、はい、Apple Store とか Google Play でパチガブ、パチガブ、パチガブ、あ、大丈夫大丈夫、ちょっと待って、めっちゃしゃくしてるけど大丈夫え、ネタなの、ネタ、ネタなの今、なんかもう、なんか、ね、打ち合わせ済みと思って今びっくりしちゃった。それ全部かぶせたね、全部かぶせたね、パチガブクション、パチガブクション、びっくりした、ほんま、私のよく覚えてもらえたと思いますが、いや面白すぎる、まあ、パチガブと検索でアプリをダウンロードしてください、はいはい、今ね、ゆんちゃんがかぶったようにパチガブですよ。はい、もう絶対覚えてる、絶対覚えてる、止まらない、1回じゃ。はい、次のモニター買うかな、はい、あ、これですね、はい、LINE アットもあるので横の画像から登録してください。定期的に最新台の情報などを配信していきます。さらにパチカブとサービス連動している無料パチンコパチスワアプリ、37ネクストの配信情報も提供しているので、こっちからもぜひ見てください、お願いいたします。イエイ、はい、イエイ、うん、うん、なんか、はい、完璧だよ、ね、うん、完璧だった、完璧だよ、うん、完璧でしたね、うん、はい、もうくしゃみがやばい、ね、びっくりした、トーンも超面白かった、クシュンクシュンって来るからさ、今年一かも何回言おうかと思った、パチがパチがパチがお酒入ると、うん、鼻がちょっとやっぱ詰まってくるんですよ。そんな人やったっけ、でもと、うん、そう、鼻詰まってきて、くしゃみはでも一回じゃ止まらへんからいろいろあるよね、で、さらにですね、パッチガブの方なんですけども、はい、ちょっと、キャッシュクリアというですね方法の方もこの生放送の方でご紹介させていただきたいなと思います、うん、こちらですね、新しい便利機能ができたというところでですね、うん、まあ、パッチガブのアプリを使っていてですね、まあ、なんとなくちょっと動きが重いなと、
いう風に感じられた、うん、思ってたんですよ。私もやろう。マイケータですか？マイケータ、おっと、方もいらっしゃるんですよ。はい、でまあそういった方に対してですね、まあ、キャッシュの削除をしていただきたいなというところをですね、ご案内させていただいております。はい、まあ、削除方法はもう簡単です。パチガブのですね、メニューがございますので、まあ、こちらにキャッシュの設定というものがございます。でこちらのキャッシュの設定です、キャッシュの設定でですね、削除の方をするボタンを押していただければキャッシュの方がクリアされますので、こちらの方で、パッチガーブの動作がですね、再設定されて、また軽くなるという内容になっておりますので、もし、ご利用されているお客様がですね、パッチガーブ使っていてちょっと重いなと思いましたら、メニュータブの方からですね、今ご紹介させていただいた内容でですね、一度クリアしていただきますと、動作の方が軽くなりますので、ぜひご利用いただければなと思います。それでもですね、まあ、重い場合にはですね、対処の方をさせていただきますので、ぜひ、サポートのお問い合わせからですね、内容の方をご連絡していただければなというふうに思います。はい、はい、でですね、もう早いもんでですね、残り2分なんですよ。そう、早くない？そんな早い？もう22時58分です。そうでしょう。あっという間のクリスマス前というところでですね、今回90分やらせていただいたんですけども、まあ、残り2分というところですね。2時間でいいんじゃない今後？短い。時間でもいいかもしれないですね。ね、新年明けましておめでとう。新年、そうですね。なんか着物着た。あ、めっちゃええな。私ここはだけるけどな。ちょっと売り出して。で、まあ、あの皆さんピザをたくさん残してますけど、はい、まあ、残り2分ということで、ね、今回生放送参加されてどうでしたか、川原さん、ご感想とか。いや、もうなんかこんな飲んで、はい、楽しいの仕事ってちょっとなんかなかなかないですね。いや、私こんな初めてなんだけど。いい、いいとてもいい、はい、です、はい、毎回こうしてくれればいいのにって思った。いや、もう年末年始でしから、ね、また飲みたいよね。飲みたいです。じゃあ来てください。もう移行してこう、そしたらもう毎回来ちゃう。間違いない、毎回来てほしいよ。ちなみにこのあれですからね、あのシャンパン2本、もうあっという間ですから。じゃあ違うのよ、ちっちゃいの。そんなことないに、ちっちゃいの。しようよ、ちっちゃいわ。こんなんだもんね。しようよ。これピンドンです。ピンドンだったん、これ。ピンドンなん、これ。なかなか、なかなか買えないです。ありがとうございます。ほら、あと、ほら、うん、あー、3-7の、でも、そう、あ、そうです、そう、でもさ、でもさ、じゃない、もっと大きいのが欲しかったね。でもさ、じゃない、それよりさ、それよりさ、大きいのが欲しかったよね。そうじゃない、あの、川原さんもプレミアムカップガールズもですね、はい、12月25日、はい、3-7グランプリの決勝にですね、はい、そうです、そうなんです、クリスマスにね、出席していただくと、はい、はい、いうことで、ね、25日です。よろしくお願いします。お願いします。いや、先に会えてよかった。確かに良かった、マジで。ちょっとね、ぐっちゃな感じになるし。もう川原さんもね、意外にね、こう、すごいこう、的確なコメントとかしてくれて、ね、正直、すごい不安になったんです。もう、ありがとうございます。いや、PGG 決勝行って何するのかな、みたいな。なんかもう、なんかもう、大丈夫、いや、たくさんにぎやかしてくれるのかな。にぎやかしてくれればいいんですけどね。いるだけでもう花ですから。ありがとう、じゃない、ありがとう。でもさっきのあれ、アイドルやっちゃダメだよ。アイドル嫌いだったって。あー、オッケーオッケー。みんなのたこ焼き、あー、みんなのたこ焼き焼いちゃいます。あれ、決勝会場で、ね、決勝、決勝会場みんなこうやって頑張ってるのにアイドルだぞみたいな。アウトだよね。いや、逆にいいじゃん、なんかもっと頑張ろう、ふんってなるかもしれん。まあ、そんなに堅苦しくない、うん、そうそうそう、もっとなんか緩い感じでね、しっかり盛り上げていければなと思ってますので、皆さんぜひご覧ください。よろしくお願いします。もう25日はもう生放送もやってですね、ツリーセブンターンの方から見れますので、ぜひ、まあ、このお三方のですね、活躍を見ていただいて、次の生放送でその活躍をご報告していただければいいなと思います。はい、で最後に、お便りの紹介、そうですね、今画面に映ってるやつですね、の、まあ、募集してます。募集、随時募集してます。ほんまに聞きたいこと、うん、こういうことを、まあ、ご提案でもいいですね。ご提案、何をしてほしいとかね、そういうのも欲しいな、生放送でこういうことをしてほしい、もうね、ただね、可愛いとかだけでもいいわ。いや、そういうのいらない、欲しがってます。いや、待って、欲しがりさんだから、うん、ね。ね、あの、うん、森崎さんがアイドルに戻らないような質問の方を募集してます。あ、そうね、オッケー、はい、アイドル答えしちゃうから、さすがに。そうそうそう、私、付き合ったことないですとか言っちゃうから、あ、ないのよ、うん、はい、ということで、あの、ちょっとそろそろ寒くなってきたんでね、あの、お時間ももう過ぎてるんで、最後はもう本当に皆さんごめんなさい。延長する、延長、
延長え1時間みたいな、いやそういうそういうノリじゃない、そういうノリじゃない。最後はすみません、本当に森崎さんが場をぶっ壊してしまいましたけど、まあこちらでですね、あのクリスマス直前の、はい、生ガブ生放送、はい、もうお時間となりましたので終了となりますけれども、また次回も川原さん来ていただく可能性もあるので、ね、来てほしい、本当に、はい、ダメダメよ、もうなくなった、なくなった、行こう行こう行こう、はい、ということで最後、はい、あちららしいんであちらのカメラに皆さん、はい、手を振っていただいて、また来月もですね、生ガブ皆さん見てください、うん、ありがとうございました、ありがとうございます。